伊勢神宮下空の鳥居前町として成熟してきた地域であり、現在の伊勢市街地に相当する。古くは、ヨーダ、ヨーダなどと発音した。現在の山田宮川と瀬田川に挟まれた平地に位置し、室町時代以来現在に至るまで伊勢の中心として、機能している。また、伊勢市駅や宇治山田駅が交通の拠点となっているほか、政治。 経済等の面において広く、南西地域の中心としての役割を担っている。伊勢市市によると、山田の範囲は、以下の地区である。名称は1889年4月1日に、町村制が施行され、宇治山田町が成立する以前のものである。は1868年12月に、翌年の明治天皇の行行を見越して解消された、地区。 伊勢神宮下空と山田山田の歴史は深く、和町で、弥生時代の縦穴式住居跡が発見されるなど、有史以前から人々が居住していたことが分かっている。しかし、宮川や豊川はたびたび反乱を起こしたため、実際に定住が進み集落が形成されたのは、有略天皇22年に、豊家大宮が山田玄に鎮座して以降だと考えられている。 中世に入ると朝廷からの資金が滞るようになったことに加え、荘園勢力の台頭により山田は衰退の一途をたどることになる。そこに、下空のネギ、渡来家行が現れ、伊勢神道を起こす。これは、下空の祭人が内空よりも深格が上であると主張するもので、山田の地位工場に大いに効果を発揮した。さらに、 古市の活躍で全国に段階を持つようになり、復興を果たしたとともに、地理的な特性もあり、室町時代頃には内空を要する宇治を上回る規模に発展した。この頃、山田と宇治の対立が激化し、たびたび町や神宮が炎上していた。また、代々の新官家と新興勢力との対立、衝突も見られた。 こうして力をつけた山田には里ごとに層が結成され、それらをまとめる団体として山田三方が組織された。山田三方は神宮と深いつながりを持つ土層などの有力者から構成され、座の営業権などを取り決める自治組織としての役割を果たした。その規模は堺や博多に並ぶものであったとされる。この山田三方は明治時代に 近代国家が成立するまで山田の実組織として続いた。近世になると、おかげ参りの流行などにより、町はますます発展していった。こうした中、徳川家康は、宮川伊藤の信領を管轄するため、慶長8年、山田奉行省を山田吹上に置いた。この時代、日本の最初の紙幣と言われる山田うがきが発行されている。 明治時代になると、伊勢神宮が国家神道の頂点とされたため神道の顔として、さらに発展していく。1889年には対立関係にあった、宇治と合併して宇治山田町に、1906年には、津市、四日市市に次いで、三重県で三番亀に市政を施行した。山田には、市役所が置かれたほか、明治の初期には、 渡た府渡来県の府庁、県庁の所在地でもあった。新都の交通機関として、戦前までに、三宮鉄道、三宮急行、伊勢電が、相次いで乗り入れ、それらの終点駅が山田に開業した。市内交通も発達し、新都線や、三行道路も整備された。戦中には6度の空襲にあったが、無事復興を果たす。 しかし高度経済成長期以降は、全国の地方都市と同様、若年層の流出が続き、徐々に人口が減少し中心部の空洞化が進んだ。伊勢市唯一のデパートであった、三考百貨店が2001年に撤退するなど、衰退の色は否めない。しかし他に匹敵する規模の市が存在しないため、現在でも三重県南部最大の町の中心である、ことには、 変わりない。現在のこの地域を山田と呼ぶことは少なく、山田の名が残っていた山田赤十字病院も2012年1月に三田水伊勢へ移転し、伊勢赤十字病院に解消され、山田という名称が消滅した。最近は山田と呼ぶ代わりに、伊勢市街地や単に市街地と表現されたり、口述する小中学校区名で呼ばれることが多い。 現在の山田は、伊勢市役所の地域区分では小学校区をとにして、以下のように細分される。人口は2010年8月末現在。以下の町以外に、桜木町、中野町、古市町、久瀬戸町、中村町和田桜が、丘が含まれる。伊勢市の主要な施設が集中する。優秀小学校区。以下の地区以外に、神田久市本町。 神久しが含まれる。現地では、陰の解析公園として、縦穴式住居が復元されている。日本初期の記述による島国からの参拝を除き、陸路、回路を使って、宇治に行くには必ず山田を通らねばならなかった。これは現在でも、基本的に変わっていない。跡地は牛トラクックエディーズ八県通り店になっており、 宇治山田市時代に作られた石碑が現存する。なお、山田奉行所は後に、渡来軍小林に移された。日本紙幣の元祖、山田浮かき現在の三重県全域の旧幕府領、旗本領などを管轄、後に、三重県の南半分を管轄した、府県。慶応4年7月6日から明治2年7月17日までは、 渡来府明治9年4月18日に、三重県に編入されるまでは、渡来県だった。このことは、伊勢市を舞台にした、橋本つむぐの恋愛小説、半分の月が昇る空にも描かれ、物語の重要な要素となっている。過去には、伊勢電気鉄道本線三急伊勢線、石急伊勢線近鉄伊勢線が存在し、現在も、伊勢鉄道伊勢線が存在するが、 いずれも両政国としての伊勢を指す。ただし、三級伊勢線は、1942年までは山田に、一致する、大神宮前駅まで乗り入れていた。お城石持行事についてはこの限りではなく、吉光院封建団を除くすべての封建団が、両方に参加する。従来、山田と宇治の祭りを総称して、伊勢をお祭りとして行っていた。本来の日程は、 山田は10月15.16日、宇治は17日であったが、1991年から山田は直前の土日を開催日にする一方、宇治は従来の日程を維持した。さらに、2009年に伊勢王祭りが伊勢祭りと解消し、宇治地区が宇治大祭と名乗って単独の祭りを開くようになったことで、はっきり両者は分裂した。 ただし、伊勢祭りは、伊勢市が自治体として講演しており、名目上は現在でも伊勢市を代表する祭りと位置づけられている。主催は、宇治大祭運営委員会。AB 伊勢市環境生活部戸籍住民課、町別統計表。半分の月が昇る空ルッキング、アップアットザハーフムーン。ありがとうございます。